今週のキックオフ新州は天皇杯出場をかけ新州ダービー第1ラウンド、その激闘をプレイバック。そして今日行われる新州ダービー第2ラウンドに向けた両チームを直撃。なんと私、下田監督に単独インタビューしちゃいました。こんにちは。こんにちは、ご信州です。衣装の色が丸かぶりでございます。さあ今週はこの方々と一緒にお伝えしていきましょう。三代田町出身の安藤千佳奈さんです。お願いします。よろしくお願いします。千佳奈ちゃんちょっと色違います、はい、ありがとうございます。そして信州サッカー界のバランサーでございます、はい、土橋博之さんです。お願いします、はい、今週は僕でしょう、やっぱり。そうですね、バランサーとしてお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日はかなりシビアに参りたいと思います。そうですね、はい、シビアに、はい、ということで、早速この4人でお伝えしていくキックオフ新州ですが、早速こちらのコーナーに参ります。さあ最初はバモスチャレンジのコーナーでございます。さあこちらはですね、信州にゆかりのあるプレイヤーの方々から挑戦状が送られ、視聴者の方に挑戦していただくという参加型のコーナーになっております。今回はですね、須坂市出身で松商学院を卒業後、サガン鳥栖とベガルタ仙台で活躍した高橋良樹さんからの挑戦状です。ではどんな挑戦だったのか、もう一度振り返っていきます。バモスチャレンジ、20秒間で何回ヘディングでリフティングできるかチャレンジします。これはね、送られてきた挑戦状で土橋さんも挑戦していただきます。いや、これ難しいんです。もう高橋選手、元選手のね、手見てください。ああなっちゃうぐらい難しいんですよ、ね、しかも屋上というプレッシャーをね、風もあるしね、なかなか難しいな。これ難しいです、ね、30回超えて20秒間ですからね、うん、さあということで、うん、高橋良樹さんは39回でした、はい、挑戦してくれた皆さんはどうだったのでしょうか。嬉しい。ホーム戦の取材に行った際、いろんな方に挑戦していただきました挑戦していただいたんだ、うん、なるほど。子どもたち頑張ってますよ。さあ一斉にご覧いただきます、うん、さあちかなちゃん見て、どの子が気になりますか。一番西川和樹、うん、西川和樹だ、頑張ってほしいです。初めてのスタジアム観戦、その心は初めてですか、ね、ちかなちゃん、その心はその心はどの心ですか和樹くんに注目した心はユニフォームがちょっと違ったりするね、うん、はい、バモス、バモスでございます。さあということで皆さん挑戦ありがとうございました。ちなみに応募いただいた方の中で最も多くできた方がこちらの方でした。ペップさん早かったですもん、反応がすぐ上げていただいて、すごい、すごい、ほら、やばい、半分の段階で20回超えてますから。この1人しか上げないっていうのもまたこれ難しいですもんね。俺より上手いと思う、これ、あ、え、あ、すごい、40回ってペップさん、お、すごい、フットボールコーディネーターさん、バモス。いやー、どうすごい、うまいね。ペップさんどうでした。あれは上手。なかなかサッカー選手でもあそこまでできる人いないじゃないか。いやいやいや。しかもちゃんも驚いてましたけど。いや、もうなんかあんな高さ短くてできるのかなって思ってて。はい、どこが良かったですか。いや、ボールがやっぱ高く浮かないんで回数もいけるじゃないですか。はい、でも高く上げない分難しいんですよ。そう。それが非常にうまいなと思ってね、しっかりボールの中心をしっかりこう頭で捉えてるというかね、いや本当にうまい。なるほどね、ちかなちゃんにはそして、うん、あの子供とのね、チャレンジも見てもらいましたけど、はいはい、もう、いやでも和樹君に大注目だったもんね。もう頑張ってほしいって思ったんですけど、ね、うん、でも10回超えてたんですごいなと思ってて、ねえ、小林君も、そうですね、北山君も、はい、富山君も、友山君実はあのまだサッカー始めようかなっていうなんか悩んでる子らしくて、そうなんだ、でスタジアムに来てサッカーの面白さを知ってるって子にたまたまこういうのをきっかけにね、サッカー始めたりとか、サッカー選手にもしかして将来なるかもしれないって夢がちょっと膨らむね、貴重な映像になるかもしれません、うん、いや本当ですね、うん、この映像がね、将来の日本代表が実はこの中から出てくるなんてこともあるし、あれ近いちゃんの前にボールが、はい、置いてあります、はい、ということであの、うん、投稿いただいた方の中で最も多くヘディングができたのが、長野市を中心にあのフットボールコーディネーターとしてサッカーのパーソナルトレーニングをされているというペップさんなんですが、45回ということで今ちかなちゃんが持っている高橋良樹さんと K さん、そ
そして、はい、ちかなちゃんのサイン入りボールをプレゼントいたします。参加いただいた方ありがとうございました。次回のバモスチャレンジもお楽しみに。さあ続いてはこちらのコーナーです。熱戦信州サッカー。さあということで週末に行われましたWeリーグ、そして信州ダービー第1ラウンドですね、長野県サッカー選手権大会の決勝戦、信州ダービーの様子を振り返るということなんですが、ではちかちゃん、はい、ダービーはい意味わかりますか？私最初それ聞かれた時にどうしようと思ったんですよ。合ってるか分かんなくて。県内の同じチームが、同じチームというかチームが戦うことですか？じゃあ答えを土橋さんお願いします。なんとなく合ってます。まあ、あの同じ地域に本拠地を持つ、はい、うん、サッカーチーム同士がこうする試合のことでございまして、はい、で日本各地も静岡ダービー、大阪ダービーとかありますね、うん、ただ信州ダービーとなるとかなり、ね、歴史がありますね、野橋さん。そうなんですよ、いろんな歴史的背景があるので、はい、もう本当意地と、ね、こうプライドのぶつかり合いの負けられない戦ですよね。盛り上がりますね、はい、ということでまずはその信州ダービー第1ラウンドの激闘からプレイバックです。松本を倒すためにあのバルセロナに来たんで絶対勝ちたいと思います。松本さんとやらせていただけるということなので、チャレンジャー精神持って、次も勝って長野県代表の座を取れるように頑張っていきたいなと思います。長野県サッカー選手権大会決勝戦、決勝まで勝ち上がった AC 長野パルセイロと昨年王者の松本山雅 AC が対戦した信州ダービー、天皇杯出場をかけて信州の両雄が激突。試合開始から激しい攻防が繰り広げられます。すごいですね、熱いんですよ。試合が動いたのは後半20分、パルセロが左サイドでボールを奪うと、はい、次のクロスに今度先制に成功します。その3分後、今度は山賀のチャンス、コーナーキックを得ると菊井が蹴ったボールに野々村、同点とします。珍しいね。しかしこのままスコア動かず、延長戦でも勝負は決まらず PK 戦、山賀2人目、田中のシュート、パルセロナのゴールキーパーキルミノがナイスセーブ。その後、パルセイロ、山が共に PK を決めていくと、パルセイロ5人目のキッカーは去年まで山がに在籍していた大野。PK 戦を見事制し、パルセイロが天皇杯への切符を手にしました。まあ、PK 戦に関しては PK まで行ってしまったことをやっぱり反省しなきゃいけないなというふうに思ってます。負けましたけれども、いろんなことが収穫になったゲームでした。これを次のリーグ戦に向けてつなげていきたいなと思ってます。もうとにかく結果で黙らせようっていうところを言ってきたので、本当に15年勝ててないってとてつもない、とてつもなく長い時間で、まあ、それを今日とりあえず1回そのジンクスを破れたっていうのは大きいんじゃないのかなと思うので、次も勝てるようにまたしっかり準備するだけだと思うんで。天皇杯1回戦は5月20日土曜日、サンプラアルインで京都府代表の AS ラランジャ京都と対戦します。ホームの長野ユースタジアムでチフレ AS エルフェン埼玉と対戦した AC 長野パルセイロレディース、試合が始まって4分、先制を許してしまいます。1対0のままエンドが変わり、後半18分、滝沢が上がりペナルティエリア内で粘ると、こぼれたボールに奥津の左足、うおー、これは見応えある。これすごいね。ペナルティエリアギリギリのところから利き足ではない左足で見事なシュート、今シーズン初ゴールが生まれました。
さらになんとその4分後、交代したばかりの川船のクロスから反応したのが再びオックスでした。いや、こういう日が乗ってますね。今度は右足で逆転となる連続弾。この1点差を最後まで守り抜いたパルセイドレディース、逆転勝利を挙げました。気持ちのいいゴール2つでしたね、うん、いやもうゴールも気持ちよかったし、はい、ホームで逆転勝ちですからね。最高だ、うん、なかなか小林さん、あのパルセイドレディースはホームで勝てない試合続いてたんですよね。 まあ、その中で逆転勝ちをしたっていうのはもう選手たちの意地もね見ることができたし、うん、もうこの2点目もそうだけどね、思い切りのいいシュートで素晴らしいゴール2つ決めましたよね。で、あのちかなちゃんはレディースの選手にあの、はい、スタジオに来ていただいたり一緒に対談したりしましたけど、はい、どうもこの女子サッカーの活躍ってどう見てますか？いや、ずっと勝ちたい勝ちたいって、はい、おっしゃっていたので心からすごい応援してたんですけど、うん、もう今回ホームで勝つことができて、うん、本当に良かったなと思っています。いやいや、圭さんね、これ勢いに乗りますね、うん、さあということで、現在の WE リーグの順位表を確認していきます。ヨギボー WE リーグ今日時点で AC 長野パルセイドレディスは10位ということになっています。さあそして、うん、県選手権の決勝ですよ、ケースさん。シーフダービー第1ラウンド、小林さん、軍配はパルセイドに上がったと。そうですね、うん、言葉を選んで喋ります。さすが、さすがバランサー、あのマークで、はい、その役割で来てるかと思ってるんで。県選手権なので、うん、どちらか勝者を決めなきゃいけない。そうなんです、引き分けがないんでね、まあ、90分で見ると1対1、うん、で延長戦、そして PK で決着がついたっていうところだったんですけど、うん、どうでしたか？まあ、延長戦と PK のところはかなり疲れも出ててミスもあったっていうのは正直なところですね、うん、しかも雨が降る中、そうで、ちょっとあのスケジュール的にもタイトで過密日程の中での試合だったのでちょっと疲れが出たのかなっていう延長戦と PK 戦 でしたけどね。でも両チームなんか連戦の中でのこの信州ダービーだったんですけど、うん、本当疲れ見せない。いやもうね、意地とプライドをかけた戦いだなっていうのは、ルーズボールとかそういう局面でやっぱりよくわかりますよね。激しかったし、まあ、見てて本当に面白い試合でしたよね。そうですね。力ちゃんもこうやって今ちょっと見てたけど、うん、選手の一挙手一投足が普段のリーグ戦とは全然違かったのは感じたんじゃないですか？いや、なので今日すごい楽しみです。この後ね、あれ、シカちゃん行くの？はい、あ、ついに信州ダービーは本当に見る方にとっては普段ともまたちょっと違う選手のこの球際の強さだとか、うん、気合の入ったプレー、まあ、もちろん選手たちのモチベーションも上がるし、これもクラブ同士もそうだし、サポーター同士もやっぱりこの一戦だけは負けてはいけない一戦という位置づけになっているので、まあ、本当歴史的にも深いものがあるのでね、非常にこう注目の信州ダービーですよね。いや、まあ、あのこれでね、いろいろ激しい戦いがあったんですけど、実はですね、ここからある方からですね、番組宛てにメッセージが届いていますので、ちょっと実はこちらご覧ください。はい、信州フットボールを取り上げてくださり本当にいつも感謝の気持ちでいっぱいです。こういう番組でパルセイドを取り上げてくださること非常にありがたく思っています。その一方でパルセイドのニュースになると、下島さんはいつもこう少し悔しげな表情を浮かべて、ニュースを読み上げられていると思うので、いやいやいや、ぜひ今回は満遍の笑みで、はい、やったぜパルセイドと、あのパルセイドおめでとうと、心の底からの笑みで言ってもらえることに期待したいなと思って、今週もあの録画ですけれども録画して見させていただきたいなと思います。シュタルフ監督、そしてパルセイドに携わる皆さん、おめでとうございます。いやいやいや、ケイさん、そんな表情だったんですか？いやでもあれですよ、シュタルフ監督、うん、対談OK してくださいよ。そちらよろしくお願いいたします。ちょっとチーム通じてね、はい、お願いはしております。お願いはしておりますんで、シュタルフ監督、タイミングがあればお願いします。タイミングが実現したいですね。なんかね、実現したいです。いや、そう、見てくださって、あ、よかった、僕の名前も覚えててくださってるんだ。それ嬉しいですね、やっぱりね。いや、嬉しい。しかも番組も見て、ね、くれてるっていうのは、どんな角度であれ嬉しいです、うん、本当ですよね。嬉しい限り。でもあの本当にそれこそ、あのシュタルフ監督取材に行くといつもあの飛行信州いつもありがとうございますって言って、あ、本当ですか。僕の顔を見た瞬間に下島さんに今のこと言っといてくれって言われたんで、ぜひあの今回はカメラに向かってちょっと下島さんにお願いしますということで、シャル監督、お願いします、はい、会いましょう、必ずお願いします。さあということで、いよいよ
今日午後6時から信州ダービー第2ラウンドということで AC 長野パルセーロ対松本山雅 FC が行われるということを本当に楽しみな方多いと思います、うんうん、そんな信州ダービーに向けて準備を進めている両チームの選手と監督を取材してまいりました。こちらどうぞ。さあ今週の火曜日、長野市内の練習で2部練習を行った AC 長野パルセイロ。この日は激闘を終えた選手のリカバリーをしながらエリアと人数を制限しボールの動かし方などを確認していました。やっぱりピッチ上の雰囲気とか練習中の雰囲気から違うんですか？全然違いますね。本当に独特な雰囲気というか緊張感が練習からもありますし、もうピッチ立ったらもう皆さんが想像する倍以上の雰囲気がありますし、その中で戦えるっていうのは本当に幸せです。まあ、アルウィンの雰囲気でもやっぱすごい雰囲気があるので、まずここで成功体験をつけたっていうのはでかいなと思います。信州ダービー2連勝へ向け練習にも熱が入ります。とてもいい雰囲気でできているので、このいい雰囲気もありつつ、やっぱ厳しさも大事なので、そういうところをしっかり今週突き詰めてやっていければ週末の試合も勝てるのかなというのは思います。去年ホームで引き分けて、でアウェーのリーグ戦で負けっていう形だったので、今年は本当信州ダービー連勝するつもりで全員が いるので、今まで以上に熱い声援をお願いしたいです。みんなで力を合わせれば小さなミラクルを起こせるんだよってことが証明できたゲームだと思うので、これからも自分たちを信じてワンチームとなり、小さな、ね、ミラクルを積み上げていけるように頑張りたいなと思います。しっかりとチャレンジャー精神を持って自分たちに矢印を向けて、ホームではありますけれども、真っ向からまた勝負を挑んでいくっていうその気持ちを持って戦わないと、粉砕されると思いますし、僕らがやっぱりベストをまず引き出せるかってところにかかってくるのかなと思うので、全ての要素において警戒はしてしっかりといい準備して臨みたいと思います。狩金サッカー場にやってまいりました。今松本山雅の選手たちは練習しておりますが、この後ですね、下田監督と対談できるということでございまして、清掃でやってまいりました。よろしくお願いいたします。私山雅の練習見学するの初めてなんですよ、本当にこういうのは貴重な経験ですよね。この時は出場機会が少ない選手がボールを使った練習に汗を流していました。でこの練習後にですね、私のリクエストが叶って下田監督にインタビューさせていただけるんです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ただやっぱり日本を見てもそのダービー行われている地域っていうのは少ないじゃないですか、はい、その監督をやってらっしゃるっていうのはどういった気持ちなんでしょうか？普通のリーグ戦とはやっぱりちょっと違う雰囲気を感じましたし、サポーターやその選手やスタッフのね、こう熱みたいなのがやっぱり普段と違うなっていうのを肌で感じられたので、もう本当に僕もいろんなダービー経験してますけど、自分がこう監督として指揮を取るダービーは初めてだったので、そういう意味では非常にこうワクワクしましたし、はい、だから余計に悔しいです。レギュレーションは違えど、もうこんな短期間に2回ダービーがあるっていうのは監督は経験ありますか？ないですね、はい、いかがですか今の心境というのは。負けてしまった悔しさを晴らす機会がもうすぐあるのでね、やっぱり悔しい気持ちを持ったまんまもう一回相手と戦えるっていう、ある意味幸せなところがありますので、相手のアウェーですけどそんなこと関係なく、はい、相手を全力で倒しに行きたいなと思ってます。ちょっとお答えづらい質問かもしれないんですけれども、下田監督から見て、はい、シュタルフ監督っていうのはどういった監督に見えますか？個性的ですよね、はい、前から知ってはいましたけれども、監督同士対戦するのは初めてだし、自分の感情をストレートにいろんなところで表現をなさる方なので、それはそれでいいと思いますよ、はい。最後に両監督から信州ダービーに向けて熱いメッセージをいただきました。天皇杯の決勝では皆さんに悔しい思いをさせてしまって本当に申し訳なく思ってます。僕も非常に悔しいし、選手も本当に悔しがってます。やっぱり
松本山雅は長野には負けてはいけないと思ってます。選手たちは本当に悔しさを持って、ピッチで戦ってくれると信じてますので、全力を尽くしたいと思います。それをぜひ一緒にスタジアムで見に来て応援をしてもらって声を枯らしてもらって、僕らの背中を押してください。それに見合うようなちゃんとプレーをしたいと思ってますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。チームに勝ってほしいんだって気持ちをやっぱ全力で表現していいのがフットボールですし、表現していいのがまあダービーだと思うので、それを表現していただければ大いに盛り上がる、ステージになると思いますし、選手たちのやっぱ強度とか、まあ、迫力っていうのもきっと引き出してもらえると思うので、好ゲームをお見せできると思います。で、まあ、最後はもちろん我々が、勝たなくてはいけないので、90分でしっかり決着つけて、勝ってまた新たなページをね、1枚この信州ダービーに新たなページを1枚追加したいなと思ってます。ぜひ土曜日にスタジアムで会いましょう。もう下田監督とお話しさせていただいたんですけども、ものすごく負けず嫌いなんだろうなっていうのが伝わってきて、全く表情を崩さず、あの表情のまま15分ぐらいお話しさせていただきました。まあ監督もね、コーチとスタッフもやっぱり負けたくない気持ちありますよね。まあ多分おそらく下田監督は新中だけ初めてで、話には聞いてたけど、やっぱこれだけ悔しいっていうのを改めて戸間さん思ったでしょうね。いや、そうなんです。これって一回経験すると、だんだんこうその熱量を感じて負けてはいけないし、2回やると3回やると、もう要は試合を重ねるごとにこのダービーの重みを感じるんですよ。それがやっぱ信州ダービーですよね。戸橋さんはあの両チームとして信州ダービー、そうですね、両チームで点を決めて点を外してみたいな、いいことも言われ悪いことも言われ、いろんなものを経験しました。一人信州ダービーしてきましたから、ね、一人信州ダービー、いやじゃあ、ね、すごいな、はい、ということで、あのちかなちゃんも取材行くということなんですけど、改めてどんな点楽しみですか。いやでも私その両チーム絶対負けられない戦いじゃないですか、でも自分たちのサッカーをしてほしいなって思っていて、負けられない戦いだからこそ自分たちを信じてサッカーをしてほしいなって思っています。素晴らしいね。まあこの後どっちかなってやるんだけどね。それはね、もう自分たちのサッカーやった上でどっちかなですよ。でもあれですね、普段サッカー見ない層にも、この信州ダービーの応援のスタジアムの熱量っていうのをまず感じてほしいですね。いや、それはあるんですよ。本当にこう信州ダービーだけはスタジアムの雰囲気全体がまた違うんで、それを楽しみにね。日本のサッカー界ではなかなかこれだけの熱量のある試合って見られないですね。なかなかないですね。もう日本で一番熱い僕はダービーだと思います。そんな信州ダービー第2戦なんですが、日程確認してまいります。明治安田生命 J3 リーグ第10節 AC 長野パルセイロ対松本山雅 FC は今日午後6時から長野ユースタジアムで行われます。さあ、この後は安藤千佳奈さんの勝つのはどっちかなのコーナー、今日もやります。震えます。それでは週末の試合情報です。ヨギボーウィーリーグ第18節 AC 長野パルセイロレディースは今日アウェーで大宮アルディジャペントスと対戦します。みんなで信州のチームを応援しましょう。 いよいよこの後信州ダービーですね。土橋さん、いよいよ始まりますね、この負けられない戦いが。もう今日はコメントをだいぶ気を使っていただいてありがとうございます。基本的にはね、僕はもうバランサーとしてね、いやでもまあ両チーム期待がね、持てるようなコメントをいただきました。そうですね、やっぱりこうサポーターもそうなんですけど、こうサッカー知らない人たちもね含めて、この信州ダービーでねかなりみんなが注目しているので、またサッカーのね魅力を伝えたいですよね。次回ね、気候信州の信州ダービースペシャルということでお届けしてまいります。さあ、最後はこちらのコーナーです。はい、勝つのはどっちかなということで、どっちが勝つでしょうか。皆さん来週もお楽しみに。では今週はこの辺でさようなら。 J3 リーグ第10節パルセイロ対山賀、勝つのはどっちかな。シュウ君、信州ダービーだよ、信州ダービーだよ。いや迷っちゃうよね、シュウ君ね。信州ダービーどっちだ、山形。シュウ君ありがとう。
俊くんが持ってきたのは山鹿でした。信州ダービーどうなるかな、頑張れ信州ダービー。